いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。皆さん、ヴィンテージデニムといえばちょっと高額なイメージが、持たれると思うんですが、色が、落ちたり、ダメージが少しあったりとか、今回はこれから、暑くなる、夏に向けてとかですね、結構色落ちした、ちょっと ロープライス目の、デニムをご紹介できたらなと思います。こちら、トップボタン、前ボタンなので、50166モデルですね、66前期モデルになります。赤タブもスモール E でポケット裏シングルステッチですね。少しお尻とかこういった形のリペアだったり、前ですね、膝ちょっとパックリはいってますけど、あと裾、ちょっと最近ね、流行りだと思うんですが、切りっぱなし、夏ね、このまま B さん履いたりとかで合わせてもらっても構いませんし、逆に股とかにはダメージは来てません。なので、今いわゆる膝と、あとここにもちょっと多分昔の方がワッペンを貼ってたかなとか、そういったこう雰囲気系ですね。この66前期モデルで、サイズですね、パッチもまだ一応残ってます。32の、36表記で、実寸3133、こちらでプライスがですね25,800円に消費税です。ヴィンテージデニム、66でも状態いいとやっぱ10万超えたりってなりますけど、このぐらい、全体的に色が落ちた状態ですね。あと今ね、加工デニムとかもいろいろありますけど、意外とこのぐらいのお値段で、購入できるのかなと思います。66前期、25,800円に消費税ですね。こちらもなかなかこう雰囲気がいいと思いますので、若干レングスが長いとかありますが、そういったのをまたアレンジしてもらってもいいと思います。じゃあ続きまして、こちらも、同じくですが、50166モデル、前期モデルですね、66前期モデル、こちらも全体的な色目は落ちております。後ろもこんな感じです。これもですね、うっすらパッチが読めます。34-34表記、実寸が33-31ですね。縦落ちすごくかっこよく綺麗に出てます。ただ、面白いのがですね、こちら前も色落ち綺麗なんですが、多分当時の人が多分膝に穴が開いたのか、こう大きくリペアをしてます。ただこのリペアをしてる生地もちゃんとヴィンテージの生地を使っております。なのでこう色がちゃんと同系色で、しかもこうちょっと膝のあたりにダブルニーのようにこういう風に貼ってます。こういったちょっとこうリメイクですけれども、面白い感じかな。今の、ね、時代だったら雰囲気的にこういうのを合わせてもらってもかっこいいかなと思いますし、これもそんなに大きなダメージはありません。この辺も雰囲気ですね。でこちらで、66前期3331で39,800円に消費税、5万円を切ってるお手頃かなと。続きまして、501のビッグインになります。ちょっとこちら先ほどと比べるとサイズが小さめです。僕はぜひ女性にこれをおすすめしたいんですけれども、前後ろ色落ち綺麗ですね。これはパッチが取れてしまってますが、実寸が26-27、おそらくパッチ表記が27-28とか、もともとからちょっと小さめですが、全然、女性でも履ける方いらっしゃると思いますし、この色落ちひげも出てます。膝からちょうどいい感じに、で夏場でしたらちょっとね短めに履いてくるぶしを出して、B さんとかで合わせてもいいのかなと思いますし、ちょこっとロールアップして履いていただいても、女の子が可愛いかなと思います。でこちら、501のビッグイです。先ほどは66でしたけど、こちらビッグイのモデルで、ウエスト26-27実寸です。こちらで25,800円です。やはり消費税入って3万円超えませんし、女性でも本当このぐらいのプライスで、こういった綺麗な色落ちが買えるのっていうのは、女性ならではですかね。こう小さいサイズだからこそこういうお値段ですし、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。綺麗な色落ちですね。
続いてこちらも、501のビッグイの、A タイプになります。でこれもまたこうちょっと夏っぽい感じで、全体的に色落ちしてます。サイドの耳のあたりも綺麗に出てますし、こちらも、パッチが一応こちら読めます。で先ほどの、サイズよりはまあちょっと大きいんですが、パッチ表記は29-34、実寸が28-31ですね。まあ、こちらも、女性かなとちょっと思いますが、意外とこの辺のサイズ男性履けてしまう方もいるので、まあ、ダメージもなく全体的に綺麗に色落ちしてます。ステッチなんかも上色合わせして、見た目の雰囲気はかっこいいですね。でこちらで、501ビッグ A タイプ、実寸で28-31で39,800円に消費税、こちらも、まあ、やはりあの、まあ、5万円切りますし、意外とこの辺をさらっと1個合わせて白シャツなんかで着てもかっこいいと思います。まあ、意外と男性で履けてしまう方もにとってはラッキーかなと思います。続いてこちらがこれまた雰囲気系です。501ビッグ E、パッチは取れてしまってますが、ここよく見ていただくとアーケードがこうステッチがも抜けてます。ということはここはコットンの黄色の糸だったんだろうなというのが想像つきます。まあ、コットン糸だったので全部切れてしまって、こちら前見ていただくとウエストシングルステッチ使ってますし、前がこう V 止めになってますね。こういうのを見るとまあビッグイの中でも初期のモデルだなっていうのが分かります。まあ、こちらはあの膝にポツポツダメージきてますが、もう綺麗にリペアされてます。これもまたこう雰囲気系の直し方をしてますので、普通にこうまあ夏仕様で合わせていただくと結構かっこよく着こなせると思います。まあ、ちょっとお尻とかには少しこういったリペア入ってますけど、ここもまあ一つ、ポイントかなと、かわいいポイントかなと。はい、こちらで、ビッグイの初期型ですね。まあ、こういった雰囲気系の色で、こちら実寸がまた30-32でお値段がこちらも39,800円に消費税です。やっぱいいですね、このぐらいの雰囲気を合わせるのも、まあ、夏持ってこいかなと思いますし、まあ、サイズがこうちょうどジャストでハマる方にとってはすごいおすすめだと思います。うん、非常にかっこいいと思います。こちらもまた、501のビッグイですね。ダメージがもう出てます。こういったダメージを自分で作るのって結構大変なので、まあ、今この状態、太ももから膝にかけて